閻魔堂。先輩の話。彼は中学を卒業するまで山間の小さな村に住んでいた。その村には閻魔堂と呼ばれる小さなお堂があったそうだ。本当に閻魔を祀ってあったわけではなく、単なる呼び名のようなものだった。実際、ご神体はお面だと聞いていた。直接目にしたことはない。お堂の世話をする家は決まっていたらしく、他の者は関わっていなかった。大切にされていたが、同時に、まるで腫れ物に触るかのような扱いを受けていた。今にして思えば、一種の禁忌にされていたようだった、と彼は言う。中学最後の夏休み、集団登校日の前夜のことだ。家の黒電話が鳴ると、お前に電話だ、と父が開花より呼ばわる。こんな夜中に誰かと思えば、村でも札付きで有名な悪友からだった。今、仲間は三人で閻魔堂を荒らしているんだ。お前も来ないか？あ、そうそう、祀っていたのは本当にお面だったぞ。真っ黒でイボイボだらけ。おまけに角まで生えてるけどな。先輩は特に信心深いわけではないが、悪友を不快に思う程度には信仰心があった。たちの悪いことはやめろと言ったのだが、受話器から帰ってきたのは下びた笑い声。音声から察するに、どうやらお面をかぶって踊りふざけているらしい。後ろの方から、あいつは根性がねえからなぁ、と罵る声が聞こえてくる。腹が立って力いっぱいに電話を切った。翌日、学校で殴ってやろうかと待ち構えていたが、肝心の彼らが来ない。帰りの途中で直接文句を言いに家に行ってやろうか。そんなことを考えていると、急に職員室の方が慌ただしくなった。教師が呼び戻され、どのクラスも自習となる。何かただごとではない雰囲気をみんなが感じているうち、全生徒が講堂に集められた。そこで校長先生より、昨夜この学校の生徒三人が自殺をしたと伝えられた。三人とも自分の部屋で首を吊っていたらしい。周りが騒然とする中、先輩は頭を殴られたような気がした。間違いない。死んだのは昨夜、お堂を荒らした奴らだ。その後、校長が何を話したのかは、よく覚えていない。家に帰ってみると、村の駐在警察官が来ていた。前の晩に死亡者から電話があったと家族が通報していたのだ。告げ口するようで嫌だったが、
正直に彼らと何を話したかを報告した。知り合いの巡査は顔をしかめた。お堂が荒らされたのはすでに知っていて、多分彼らが犯人だろうと警察も推測していたのだという。罰当たりもんが。巡査の顔は歪んでいた。不敬な行動に対する憤りだけでなく、何かを恐れているかのような顔だった。巡査によると、三人は昨夜家に帰り、ごく普通な様子で、ただいま、と家族に挨拶した。その足で自分の部屋に向かい、すぐに首を吊ったのだそうだ。時刻をすり合わせて考えてみると、先輩に電話した直後に彼らはお堂を後にして帰宅していたと推測された。電話を切った直後に一体何があったんだ。先輩は思わず寒気がした。その時感じた嫌な感じは数日間も去らなかった。結局彼らは受験ノイローゼだということにされ決着がつけられた。三人とも進学などしないことは村のみんなが知っていたが、お堂はそれからしばらく鎖で巻かれて封鎖されていた。もっとも、そんな厳重にしなくとも近寄る者とでいなかったそうだ。翌年、彼は進学のため村を出た。数年後に家族も引っ越ししてしまい、以来、村には一度も、帰ってはいないという。真夜中の花嫁。もう随分と前のこと、亡くなったじいさんの十三回忌で田舎信州の松本に帰った。実家はすでに亡くなっていたので、法事の前夜、母と俺は松本のすぐ近場にある温泉街のホテルに泊まることにした。温泉は24時間いつでも入れる。俺は広い風呂が久しぶりで楽しく、真夜中に一人湯船で泳いだりして遊んでいた。気がつくと午前1時を回っていた。これはいくらなんでも遅すぎる。明日の法事に差し支えるというので部屋に戻って眠ることにした。風呂場は半地下にあり、俺の部屋は3階だった。もうホテル内の照明は落とされており、足元を照らす薄暗い常夜灯があるばかり。人気の完全に途絶えたエレベーターホールからエレベーターに乗り、3階で降りた。そこを左に曲がると、まっすぐな廊下があって、俺の部屋はその廊下の真ん中から少し手前くらい。長さにして20メートルほどだったか。廊下の突き当たりは、非常階段に通じる鉄の扉。薄暗いその廊下に一歩足を踏み出した途端、俺はその場に凍りついた。廊下の向こうの端に文金高島だというのか、とにかく和装の花嫁さんが立っていたからだ。そしてその花嫁さんはゆっくりとこちらに向かって歩いてくる。俺もその場に立ち止まっているのもおかしいと思い、自分の部屋に向かって歩き出した。花嫁さんはこちらに進み、俺はそちらに向かって歩いていく。すれ違った瞬間、花嫁さんは小さく会釈をした。おしろいの匂いと絹ずれの音がした。俺は自分の部屋にたどり着き、花嫁さんの方を振り返った。ちょうど
エレベーターホールの方に曲がっていったところだった。結構大きなホテルだったし、翌日は日曜日だから結婚式のリハーサルでもあったのかな、と漠然と感じた。とにかく恐怖感はなかった。翌日の法事も無事に済み、東京に戻った俺は女の友人にこんなことがあった、と真夜中の花嫁さんの話をした。友人はこの話に異常に食いつき、その時の状況を絵に描いて説明しろという。20メートルの廊下。俺の部屋はその真ん中から少し手前。花嫁さんが最初に立っていたところは非常階段に通じる鉄扉の前。あんた、その人とすれ違ったって言ったわよね。うん。おかしくない？廊下の向こうとこっちから歩き始めたなら、どこですれ違うっていうの？だって、あんたの部屋、廊下の真ん中より手前にあったのよね。うん。あんた、よほどゆっくり歩いていたの？いや、そんなことはないけど。あのね、花嫁衣装ってとってもきつくて重くて、ゆっくりしか歩けないのよ。まして頭まで作ってあったんなら、重たくて一人でバランスをとって歩くことも難しいんだから。なんでそんな格好した人がそんなに早く歩けるの？俺が最初想像していた結婚式のリハーサルのようなものではないかというのも友人にバッサリ否定された。夜中におしろいなんか塗っていたら、翌日本番があるとして肌がボロボロになるという。結局よくわからない。このホテル、今でもやってる。花嫁さんとすれ違った時は特に何とも思わなかったのだが、後日の友人の検証により背筋がゾッとしてしばらく眠れなくなってしまった。まず、花嫁さんの移動速度が検証すればするほど異常なことに気づいた。俺は部屋の前で花嫁さんが廊下を曲がっていくのを確かに見た。俺が花嫁さんとすれ違ったこと自体異常なのだが、確か俺はその直後に部屋に着いたはず。しかし、ふっと見た花嫁さんはすでに廊下の影。時間の進み方がおかしくなっていたのではないか。だが一番恐ろしいのが、あの花嫁さんはどこから来たのかということだ。最初に書いた通り、廊下の突き当たりは非常階段の鉄扉。まさか、その向こうからやってきたのだろうか。埋められた灯籠。こないだのゴールデンウィークに祖母の家に行ったんだ。いとことかもたくさん来てて、小学生もたくさんいて盛り上がっててさ、誰かがタイムカプセル埋めようって言い出したんだ。なんかそいつの小学校で6年生が埋めてたから自分もやりたいとか言って。で、俺が一番年上だったから穴掘ってやったのよ。最初庭に掘ろうとしたらばあちゃんにダメだって言われて、隣の空き地とばあちゃん家の庭の境目くらいを掘った。もし隣の土地が売れて造成なんていうの？家を建てるためになんか土とか掘り起こされるでしょ。それをされても大丈夫なようにかなり深く掘ってやろうって思って頑張ってた。そしたら土の中からでっかい石が出てきた。全部出すのに次の日までかかったが、その石を掘り起こしてみたら灯籠みたいなやつで、下の土台のところに北東南西ってひし形に掘ってやって、その文字と文字の間に鬼呪い鬼、呪い、
って掘ってあったんだ。なんだこれってことになって、でも近所のやじ馬で来てたおじさんたちは変な顔して、お互いに目で合図みたいなのをして、俺たちには何でもない騒ぐなって言った。その夜、いとこのうち三人が高熱を出して、未だに一人はまだ熱が下がらず入院してる。で、その灯籠をトラックに乗せて寺に持ってこうってなった時、灯籠を動かしたら中から四角い箱が出てきたんだ。小さな宝箱みたいな、もともとは赤色だったのかなって感じのくすんだ色の箱。四隅に飾りがついてるやつ。それをさ、開けてみたらと言ってもすぐに開かなくてハンマーでぶったたいた。そしたら、まあよくある話で申し訳ないんだけど、中から和紙、油紙に包まれた髪の毛や爪、指輪、なんか肉の塊、なんかよくわからないものがごちゃごちゃ入ってた。絶叫する俺らを残して近所のおじさんたちが無表情でさっさと散らばったそれらを拾って灯籠をトラックに乗せていった。話はそれだけなんだけど、昨日俺の弟小学校一年生が一人で Wii をやってたんだけど、突然音が変だって叫び出して、テレビの人が出てくる、鬼がと号泣して玄関に向かって走っていった。その直後、俺もなぜか顎に激痛。殴られたみたいな痛さじゃなくて、顎の中に劇物注射されたみたいな痛さ。わけわかんなくてすまん。弟はその後もちょっとおどおどしていたけど、普通に戻った。俺が見たその灯籠みたいなやつのことを知っている人はいないだろうか。あれが何なのか知りたい。呪いか何かなのか。頼む。家の中に何かが入ってきそうな雰囲気で、頭痛が収まらなくて怖いです。